毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になってんです。ダラダラキッチン始まるよ。はい、ガイズ、マイネームズユーリバー。今日はですね、また竹内くんからですね、リクエスト来ました。竹内くんね、ポテトもホイコーローも作ってくれてね、これまたこれちょっと出してるんですか、2つと、すごいよね。料理好きなんだろうね、竹内くんね。ということで、竹内くんが今回はね、ジューシーな絶ジューシーなハンバーグをね、作ってくれるってことですね。で、皆さんね、もう玉ねぎ切れてんのとか、いや、炒めてんのとか、もう知ってるの信じてる。うん、ひき肉、合いびき肉ですね。豚と牛の合いびき肉、それぐらいね、カエルのぐらい信じてるから。卵ぐらいさ、もうみんな片手で割れるでしょ。もうダラダラキッチン見てるから、これはダメなやつだ。膜が強い系、うん、そういうことですね。で、パン粉、塩コショウ。こっからよ、ジューシーな理由。こうマヨネーズ、こうグーって入れるんですよ。マヨネーズと思った人いるでしょね。そう思うよね、それはね。あ、ちょっと待って、胡椒きてる系やめてくれ。左の鼻が胡椒きてる系だね、今胡椒をきたしてるね、うん、なんだろう、うまかった今。粘り気が出るまでね、やります。で、こう成形していく。これ結構大きめでいこうか、ガツンと。ねち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 、うっせえなこれハンバーグ好き、ハンバーグは好きなんだけど、こうハンバーグ作るの好きじゃない、あんまり。いや、なんかね、ねち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 言うでしょ。このねち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 言ってんなっつってね、これやだなおい。ねち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 なってんです。オリーブオイルって言ってね、なんか日清オイリオみたいな、日清オイリオさん、僕に油もん任したら細胞っすよ。で、表面を焼いてから、そっから蓋して蒸すみたいなね、感じにしましょう。あ、いい音じゃないか。ちょっと焼けてきたなと思って、油の色見たらちょっと焦げてきたなっていうのが分かるから、そしたらこう、そしたら一回ひっくり返す。そうそう、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じね。間から生の肉がちょっと見えるかなっていう感じで、弱火で大体4分半会いましょう。じゃあ、そういうことで、じゃあへー、うー、5分半になっていたということで、できたかなってことで、お、いいじゃないか、いい膨らみじゃないか。あったあったあった。でね、もうできましたけど、まだ一回こうね、ソース作りですよ。ソースのユニオンボーイって言われてますから、ケチャップはちょっとソース多めね。ソース、ウスターソースです。はい、シャーっていうぐらいね。ワインをね、やってきますね。ワインを、白ワインかな。あんまりちょっと僕好きじゃないから、ワインは白、あっさー。で、このソースをかけていきますよと。ジューシーバーグでございます。こうデンってこうね、もうエアーズロックなんつってねやっていきましょうか。じゃあ、こうやっていくよ。すごいでしょこれ。もう、あー、断面図を見たいわけね。断面図なんつってね、こうほらすごいわけじゃないですか。実食、いただきます。わっわっ、なんこれ、もう絶、ツイッター、フェイスブック、LINE、そうですね、こう YouTube コメントでもいいんですけども、どんどんこうリクエストください。まだまだ募集しておりますよ。ということで、行きましょう。行きますよ。ムームーって言うんだよ。あれ？行きますよ。ムームー。See you next time. Thumbs up. コメント。よろしくお願いします。 Please subscribe。 PC の方はこちら、スマホの方は下にあります。チャンネル登録、コメント、サムズアップ、よろしくお願いします。